英国海軍士観光補正の、ホーンパイプホーンパイプとは、フォークダンスのホーンパイプにはいくつかの種類がある。今日、一般的に、ホーンパイプと言われているもので、ハードシューズを履いて踊られることが多い。4.4拍子のホーンパイプには2つのタイプがある。1つは、スイフのホーンパイプのような、均等な音符で、時々に2拍子になり、 スコットランドのダンスのリールと比べるとわずかに遅いもの。もう一つは、ザ・ハーベスト・ホームのような、普天音符で跳ねる感じのもの。19世紀のホーンパイプの中には、この二つが混ざったものもある。4四拍子のホーンパイプは18世紀かそれ以前に生まれたが、ポピュラーになったのは19世紀初期のことで、その時代に多くの曲が作られた。アイルランドでは、ザ・ グローブスホーンパイプ、ザ・ボーイズ・オブ・ブルーヒルという曲が、イングランドでは、タインサイドのフィドル奏者兼パブ経営者のジェームズ・ヒルが、ザ・ハイレベル・ブリッジ、ザ・ビーズ・ウィング、ザ・ホーク、ザ・オムニバスといった曲を作った。4、4拍子のホーンパイプは、アメリカ合衆国でも人気があり、ガーフィールドのホーンパイプという曲が作られた。しかし、最も知られている曲は、 スイフのホーンパイプで、その旋律は、ヘンリー・ウッドの、イギリスの海の歌によるファンタジア、ジョン・フィリップス・ス座ザの、ジャック・ターン、チャールズ・アイブズの、ニュー・イングランドの祝祭日、第1曲、ワシントン誕生日、マイク・オールド・フィールドの、チューブ・ラー・ベルズ第2部の最後、キース・エ・マーソンのアルバム、ホンキー、さらには、マルクス兄弟の映画、我が輩はカモである、ポパイなどに使われている。 19世紀まで、北イングランドと、低地スコットランドの気楽曲の中に、陽気な3、2拍子の保温パイプがあった。ノーサンバーランドでは、今でも、ダンスティザイダディや、ラッツ・オブ・アニックといった曲が知られていて、広く演奏されている。その多くは、オフビートで、普通、偶数小説で、ダンスステップの帳尻を合わせる。 曲が短く、最後のところに見てわかる符号がついているものは、バリエーションをつけて演奏するのに非常に適していて、それでノーサンブリアンスモールパイプ演奏家の中で生き残ったのであろう。特に、ラッツ・オブ・アニックは、わかっている限り、1730年代に、ウィリアム・ディクソンの写本に現れてから、大きな変化もなく、交渉であるいは写本で、現在まで生き残っている。 以前は3、2拍子の保温パイプと区別する必要はないと考えられていたが、9、4拍子、または9、8拍子の保温パイプもある。ノーサンバーランドとアイルランドに残っている。初期のものはシンコペーションしている。マッド・モール、ザ・ピーコック・フォローズ・ザ・ヘンといった曲は、ジョン・プレイフォード出版のダンシングマスターに載っている。現在では普通、アイルランドの名前。 スリップジグと呼ばれている。バロック期のイングランドの作曲家たちは、3、2拍子のホーンパイプをしばしば使った。その中でも特に有名なものが、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル、水上の音楽のアラホーンパイプと、ヘンリー・パーセルの激不随音楽、アブデラザール及び、妖精の女王のホーンパイプである。楽器のホーンパイプは、リードの周り、音の出る先端。 またはその両方に動物の角を組み込んだ木管楽器のこと。シングルリード楽器で口で吹く場合と袋を使う場合がある。ピブコーン、パイビジオルン、ピコーンとも呼ばれる。楽器の保温パイプダンスの保温パイプ楽器の保温パイプ。ありがとうございます。